一級受けたんですね。一級です。はい。その結果プラス、うん、ライティング、うんうん、どんなの書いたか。結果、Human societies will always have a negative effect on the environment. It is said that human societies have the model.これよくやっちゃいますよね、このミス。英検ってでもやっぱり英作文の採点が結構低いよね。お疲れ様でした。のてっちゃんね。さあ、今回ですね。はい、久しぶりにやってきました。ハロゼアルーです。はい、もうもはやね、誰ってなって、見た目も変わってるし。確かに。まあ、衣装だったんで。はい。アイドル失格のルーさんですが、うん、はい、模試をね、受け忘れたせいで、登場回数がほぼほぼない。いや、最近、手術模試だったりとか受けてきて、お前、ライブの前と、しかも後に行ったんで、キャリーケースを持ってって、会場に、予備校に入るみたいなことありましたけど。そんなルーさんですが、英検受けたということで。はい、ちょっと受けてきました。はい。1級受けたんですよね。1級です。はい。ちょっとね、その結果、プラス、ライティング、うんうん、どんなの書いたかっていうのをね、持ってきてもらったんで、はい、どうなのかっていうのをちょっとね、見ていきたいと思います。じゃあ、こんな感じなんですね。ちょっと、どうなのかな。でも、ちょっと手応え的にはやっぱり厳しかったかなっていう感じだったんです、はい。また俺が開けたら怒られる。毎回毎回他人の開けんなって。失礼します。はい。はい、これどういう英検は分かんないんで、どこにはもう出たー、 出たし、そうか、はい、ということで、はい、結果こちら、はい、不合格です。はい、いやだでしたね、ちょっと、はい、うわー、なるほどね、うん、でセファールのレベルが出てて、リーディングが850点中652点、うん、はい、リスニングが850点中601点、うん、はい、ライティングが850点中696点で合計1949点、はい、うん、これ何点で合格とか書いてある、多分2028ですね。2028。ああ、ということで、もうちょっと足りないですね。なるほどね。セファールレベルとしてはリーディングとリスニングが B2 なのに対して、ライティングは C1 なんですね。そうですね。ライティングは合格者平均まではいったっぽいんですけど、うんうん、今回簡単だったライティングが。おお、なるほど。なんでこのセファールの数字というかスコアは結構低いというか、うん、平均点が高かったんで。うんうんうん、ああ、でもそうか。面接受けてないから使えないんだ、入試に。あ、使えないですね。確かに。準一のね SCBT とかだったら1日で全部できるんですけど、うん、なるほどね、この結果、はい、はい、ということで、まあ準一級レベルは超えてるということではあるとは思うんですけどね、うん、はい、まあ、どこが難しい、リスニングが結構、そうですね、リスニングと今回ライティングに時間をかけすぎてしまって、はいはい、長文がボロボロでしたね。ああ、そうですね、はい、あの長文でこんなに間違えちゃダメですね。長文なんて、はい、まあマーチよりむずいか、一級の場合は。そういう感じで、じゃあまあこちらがこう出てますね、正答数、うん、ね、リーディング41問中23、うん、あ、リスニング27問中10、やっぱ低いな。リスニングが、ここがリスニングはでもなんか準一級、うん、受かった時も9点とかで受かって、でライティングを高く出たという感じですね、うん、全体の平均よりもリスニングの方がだいぶ低い、ね、そうですね、まあ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 、リーディングはもう読解がダメ、うん、リスニングはまあまんべんなくダメ。じゃあそのライティングどんな感じだったのかですね。もう結構高めに出ているんで、はい、はい、課題文の内容8点中6点、うん、構成8点中7点、うん、正しい語を使えてるか8点中7点、うん、で文構造のバリエーション8点中6なんで、まあまあ高く出てますので、はい、ではどんなんだったのかちょっと見ましょう、はい、ちょっと結構本番も時間ギリギリなんで記憶を頼りになんですけど、うん、汚いかもしれないです。こんな感じで書いた感じで、はい、まずトピックですね、はい、トピックがこれですね、はい、Agree or disagree Human societies will always have a negative effect on the environment、 あー、なるほど、人間社会というものがいつも環境に悪い影響を与えるかってことですね、うん、はい、この将来の will がついてますんで、そこ間違えないように、この辺ね、時勢間違っちゃう人いっぱいいるので、多分時勢が間違って文法は多分聞かれたのかなとか個人的には、なるほどね、はい、はいはいはい、これは将来のことなんで、今こうで今後こうなっていくとかっていう風に書けるといいタイプの問題ですね、うん、まあ、間違える人がかなり多い、うん、未来のやつは書けあるかな、もうすぐに見つけましたよ、もうエラーはすぐ、一瞬でミスは見つけましたけど、ちょっとなんか人に英作文見てもらうのが初めてなんで、初めてなんですね、はい、検索とかしてもらったことないんですか。検索なしでよく取れますね。はい、じゃあ検索していきましょう。It is said that human societies have the model ですね。手術あってない、目の前にあるのに手術あってないですね。はい、has brought about the destruction of nature、うん、ですね。まあ bring about 引き起こすってやつですね。イギリス人の方がアメリカ人より使う。Increased extinct animals and the emergence of uninhabitable ですね。はい、uninhabitable。あれどっちにしたっけな。え、どっちだ、アンイン、え、あ、やばい、アンハビタボーにしたっけ。インハビタボーは住める、はい、アンインハビタボーが住めない。あ、もしかしたらアンハビタボーはおかしいです、にしちゃってたかもしれないですけど、そうです、はい、Places all of which leads to、 え、だったらリーズの S はいらないですね。
そうですね、確かに。leads to dire consequences とか知ってんですね。そういう表現は知っているけれども、カンマで文つないでやってますよね、これね。あ、そうですね。多分3つの並列みたいな簡単もやったと思うんですよ。あ、3つの並列なの、これ、はい、この the destruction of nature と、あ、はい、3つの並列出してみたいな。あ、大丈夫です、はい、だったらその3つについて書いていくってことですね。はい、英検1級ってね、文字数本当書けるのがすごく少ないんで厄介なんですよね。 First human society is destroy nature the number of world population、 これよくやっちゃいますよね、このミス。はい、で population って the number of people の意味なんで、だから the number of population とは言わないです。population がそもそも the number の意味を含んでいますので、 world population increasing which leads to、 好きですね、 leads to、 ちょっと使いやすいですね。 cutting down a lot of trees、 tree を数えます、 to make houses and stores。 ちょっとここはなんかちょっとハウスとストアとは限らないけど、なんかちょっと英検2級レベルの文章になっちゃいますけど、 buildings とかだったら分かる。 some experts point out thatHuman cut it down。 もういっぱいやってる。 Human は名詞じゃありませんので、うん、Human 単体では使えないですね。はい、The human beings とか Humans、うん、カットの過去形はカット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 です。カットなんてありません。はい、Cut down too many trees、うん、So many animals、うん、and insects died、うん、過去なんだ。未来の話なのに、これがまあまあまあ死んでいるっていう感じなのかな、うん、死んだんだって。そう、あ、これそうだからの、そう、あ、そうです、因果関係をもうちょっと示してるかな。セカンズ、なんで S がついてる、秒みたいな。あ、そっか、いや。Human activity、あ、also の eradicate って書いてるのかな。はい、eradict ですね。eradict、あの、根絶するとか絶滅する。eradicate ですね。根絶するは。あれ、eradict。eradict、eradicate です。あれ、ちょっと間違ってるかも。eradicate か。で、はい、many animals and insects、うん。また animals と insects だ。It is said that the number ofExtinct animals is increasing every year. This situation is expected to improve. Improve? 何？あ、よくするの？あ、コンティニューにしたかな？あれ？うん、続くみたいな感じで。すいません、よくするにやっちゃうもんね。Animal extinction will lead to destruction of nature. It brings about the increase. Increase が名詞使ってんだぞ。The increase in 何これ endangered species。はい。なんで endangered species？ それだったらより多くの種が絶滅に瀕するとか、そういう言い方で書いた方が分かりやすいですね。Lastly, human societies create more。なんで余分な S がいっぱい。Societies なのに。For example, some nations wear a、wear の後ろに R があるんですけど。ああ、いや、あ、これ間違っちゃってる。なんかこの国を就職するつもりだったんですよね。Which are surrounded by the ocean will be また uninhabitable って言って、place。それでまあ place 入れなきゃいいですね。そもそも裸名詞目立ちますね。Due to above sea level rise、海水面が上がったことによってみたいな感じのニュアンスで書いたと思うんですけど。それにはならないですね。当然前置詞の to の後ろに謎の塊があるって感じ。Above sea level rise とかもめちゃくちゃ。あ、本当ですか。あれ、ああ above 入れてたっけな。あ、でもあ、そっか、おかしいのか。まあだから rising sea level ってことですね。sea level が上がっていることによってですね。で、unless you dealt with、なんで過去形になったの？あれなんで。with this problem, many people and animals would lose their habitation。はい。で、仮定法みたいな感じだったんだな。そうですね。なるほどね。In conclusion, human activities may bring about、 bring about 好きだな。certain benefits。certain benefits 一体どんなベネフィットだって思うけど。It damages nation and animals。ネーション一個になっちゃった。あ、ネイチャー。あ、ネイチャー、ネーションって書いてる。あれ？あ、じゃあ書き。1個になっちゃった、はい、Therefore, human societies will be certainly not a positive development。 はい、 C1 なんか全くない全くないでしょ、 C1 レベルなんて。もうちょっとまともだったかな、その番は。じゃあこれ、はい、書き出して送っといてください。あ、ありがとうございます。そしたらあのもっとちゃんと見れるんで、あ、本当見逃し部分が分かんないんで、これ、はい、そういう感じです。皆さんどう思いますか。確かにでも英検ってでもやっぱり英作文の採点が結構緩いなっての本当思ってて、まあまあまあそうなんですね、ぶっちゃけそうだと思います実際。なるほどね。いや、もうちょっとストラクチャーもね、ウィッチ説ぐらいと、まあ一応仮定法か、条件とウィッチ説が出てましたけど、まあウェアは失敗してたけど、あとは分子構文とかね、もうちょっと使えばバラエティを増やすことができますし、あと英検1級レベルはあんまり気にしないですけど、アイルツとかトフレの時は絶対に同名詞、不定詞、分子構文、仮定法を関係詞、まあ関係詞は自動的に使うんで、自分が使ってる時って、はい、これらをわざと全部入れますから、はい、そういう風にバラエティに富んだものを見せるっていうのは実はやんなきゃ、ケンブリッジ英検とか絶対やんなきゃいけないんで、必ずストラクチャーをめちゃくちゃ入れろって言われる。あ、でも確かになんか同じようなものばっか使ってるんで、そうですね、はい、表現もちょっとまだまだですね。ちゃんと普段の皆さんのいろんな添削と違って、いわゆる
Educate とかね、レベルの高い単語もちゃんと添削できますので、添削サービスやってますここで宣伝、強制されないと人ってやらない、ね、そういう感じです。なんでこれちょっとレベルを上げて、うん、まあ次はちょっと受験について聞きます。あ、はいはい、ということにしました。はい、ぜひ参考にしてください、うん、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.